皆さんこんばんは。上野貴子の俳句 TV、 今週は俳句講座をお届けいたします。なんかね、急な選挙で世の中ざわついておりますけれども、今日は、東京はなんかね天気良かったです。秋晴れの爽やかなね一日でした。俳句 TV では今週は俳句講座ということで、この日はね2部構成でお送りしております。前半が俳句のレッスン、後半が俳句検定の問題の一挙公開の解説ということでお送りしておりますね。それではまず前半の俳句のレッスンから入りたいと思います。今日はですね、俳句のレッスンの方は第4章ということで、俳句らしさについて考えたいと思います。まずですね、私がいつも俳句のレッスンで、提唱しております3つの俳句の3本柱というのがあるんですね。もうね皆さんねご存知かと思うんですけれども、まず、1番目が凝縮性、そして2番目が具象性、そして3番目が普遍性というね、この3つが俳句の3本柱ということで、毎回提唱しております。文字にしますとこういう字を書くんですね。凝縮性、具象性、普遍性という形になります。まあちょっとこう言葉でね聞くと硬い言葉のような気がしますけれども、まあ俳句のレッスンとしてはねそんなに難しい、熟語ではないと思うんですよね。凝縮性、具象性、普遍性、この3つです。まあそしてねこの次に来ます第4章4番目として、この3つをひっくるめた俳句らしさっていうのをまとめて考えてみたいというような第4章になってるんですね。まあどういうことかというと、まずは凝縮性というのは5、7、5、ずっとね言ってますけど、俳句と聞けば皆さん当たり前にまずはこう指で折って5、7、5に、言葉を短くまとめる、短い言葉にぎゅっと凝縮してうまく17文字17音の中で表現するっていうことで、凝縮性というのがまず最初に大切なものですね。これはいわゆる5、7、5にするということです。そしてじゃあ具象性はっていうと、これがねちょっと聞き慣れない方も多いと思うんですけど、いわゆる具体的っていうね言葉と似ていて、具体的に形に表すもの、具体的に目に見える形が想像できるような性格を持ったものっていうことなんですね。なので、具象性は、目に見える、目に見える見えるような表現、見えるっていうことですね。言葉なのにこう形が想像できる、具体的なものが想像できて形が目に見えるようだということを具象性と言っています。そして3番目の普遍性というのは、まあ広く一般に通じる、いろんな方に分かりやすく一般に通じるということなんですね。なんでこれは説明的には、分かりやすい説明的には、季語が一つ入るという決まりがあるんですけれども、俳句では、まあ、慣習的な決まり事ですね。季語が入るということで、一般的に広く分かりやすい、通じやすい、共通認識があって、とてもこう広く分かりやすいですよね。そういった3つの3本柱があるということなんですね。じゃあこの3つを兼ね備えた俳句というのはどういうものか、みんなが俳句
って思ってるもの、それはどういうものかっていうのが俳句らしさっていうことになると思うんですね。だからたとえ言葉が短くても、それは挨拶みたいだとか、ちょっとした言葉ね、手紙に添える時候の挨拶だったり、それからこう行事のこうなんていうのかな、キャッチフレーズみたいな、もうすぐ鯉のぼりがね泳いで子供の日ですねなんて言うと、鯉のぼりが泳ぐ子供の日なんて言ったら、なんかこうね、俳句というよりも、ちょっとしたタイトルだとか、それから何ですか、そういうキャッチフレーズ、名言格言だとかね、そういういろんな言葉、短い言葉にもたくさんあるじゃないですか。コピーだったり、キャッチだったり、そういうものみたいっていう、その人のこうイメージってありますよね。人間の持っている、まあいわゆる潜在意識っていうのか、そういった意味もこう含めて、俳句らしさっていうのは一体どんなものなんだろうかっていうのを、今日はちょっとレッスンしてみたいと思います。でですね、まあちょっといつものこのプリントでちょっと説明したいと思うんですけれども、まあ分かりやすいかどうか一応こうプリントにねしてるんですが、例えば今説明したように、俳句とは、俳句と言われたら何を思い出しますかっていうと、例えば季語だとか五七五のリズムでできている、もしくは切れ字があるとか、人物で言うと芭蕉だったり一茶だったり四季なんていうね、正岡四季、小林一茶、松尾芭蕉、まあ、こんな人物をまず思い出しますという、俳句と言われれば、俳句って言ったら芭蕉だよねとか、俳句って言ったら季語だよねっていうような、俳句といえば何を思い出すか、こういうことが俳句らしさの中の大きな要因ですよね。じゃあ俳句って知ってますかって今度聞かれたら、皆さんはどんなふうに答えますかっていうことで、例えば俳句って知ってるって聞かれたら、多くの人が確か学校で習ったとか、観光地によく句碑があるよね、あれ俳句だよねとか、芭蕉が奥の細道でよく松島なんか、あと日光とかね、そういう奥の細道っていうなんか旅で読んだ、それが有名だよねっていうような、そういう形で俳句って知ってるって聞かれると、ほとんどの人がそんなことをこう思い浮かべると思います。やはり俳句といえばもう学校で習った、観光地に行くとよく石碑句碑がある、そしてなんといっても芭蕉の奥の細道が有名、この辺は誰でも知っていることですよね。そしてそれがやはりイコール誰でも知っていること、俳句といえばこれを答えるということで、こういったことがみんなが思っている俳句らしい世界、俳句らしいイメージというふうになりますよね。じゃあ俳句ってやっぱりこうすごく広く、日本では子どもの頃に学校でも教えてもらって、観光地に行けばどこにでもあって、句碑というのが石碑みたいに、こう記念碑みたいに観光地なんか絶景のところに行くとよく何気なくひょっこりあるとかね、それからまあ昔だと和室が多かったですから、いろんな和室の、床の間だとか、それから襖絵の脇だとか、ついたてだとか、和風のこう飾り物に書いてあって添えてあったり、それから色紙に書かれて
こう下げられてあったり、そういうこう風流な場所に行くと必ず俳句短歌そういったものはこうね目にするところにありました。こう飾りになって、短冊や、襖などに、ね、必ず墨で書で書いてあったものです。そういったイメージ、これは日本人が俳句らしいなって思うこのイメージですよね。これはやっぱりこう俳句というものを考えるにあたって大切な要因じゃないかなっていう、そういう漠然としたこうみんなが思っている俳句のイメージもやっぱりこうね捨てがたい、いろいろ分析したり考えたりして短く縮めるにあたってこう三本柱を打ち立てたりして考えるんだけれども、そして簡単にうまく書くにはどうしたらいいだろうってこうコツをね考えたりするんだけれども、そういう時にちょっと俳句らしい漠然とした気持ち、あ、こういうのが俳句だよねっていう、そういう漠然とした俳句らしさも決して失いたくはないですよねっていう、そういうような意味合いを持って俳句らしさっていうのは何だろうな、必要だよねっていうふうに考えて、俳句らしさというのをそのテキスト本銀座のカルチャースクールが元で作っているテキスト本があるんですけれども、おしゃべり俳句10箇条という10章でまとめられたテキスト本、今売っています初めての俳句の元になっているテキスト本なんですね。でそのテキスト本は非売なので、こう俳句講座の、ね、元のテキストとしてこうプリントでいろいろご説明して、毎週月々ですけれども、この俳句講座に関しては毎月1回になりますが、まあ、それが大元でだいたい俳句について話しているときはその、テキスト本が大元になりますのでね、お持ちいただいている方も中にはおりますので、それがだいたい元になっています。で第4章が俳句らしさということでなってるんですね。でじゃあね、漠然としたそういう俳句のイメージ、俳句って言ったらみんながどんな風に思っているかという俳句のイメージ、これも本当に俳句の大切な、昔から江戸時代芭蕉がね築き上げてきた世界ですので大切なものなんですけれども、じゃあそういった俳句らしさは今までどうやって作り上げられてきたんだろうっていうのもちょっと知っておくのもやはりいいことだと思います。ですのでちょっとね、今度は漠然とした俳句らしさがどうやってできてきたかっていうのをご説明したいと思います。それでは単純なところで俳句という言葉ありますよね。皆さんは無意識に俳句俳句って聞いてると、俳句って芭蕉の時代から俳句って呼んでたって思いがちなんですけれどもね、そう思われてますが、実はこれはですね、芭蕉の時代には俳句っていう短い子の呼び方はなかったんですね。そしてじゃあなんて呼ばれてたかというと、俳諧の発句というふうに呼ばれていました。ちょっと長いですよね。まずこの俳句というものはまあもともとはもっとこうまあお遊び式なもっとねこう砕けたものだったんですね。そしてみんなで合作で大昔は作っていたんです。和歌の世界と少し違ってみんなで作っていた、そういうふうに言われてるんですね。その頃は俳諧の連歌と言われていました。連歌って今でもねその頃の連歌を継承して、書いている方、連句を書いている方大勢いると思うんですけれども、まあ、歌仙と言われていて、みんなで一つの連歌、連句を巻いていたんですね。その頃の呼び名が俳諧の連歌、そして俳諧と縮めては呼ばれていました。それが江戸時代の松尾芭蕉の頃になりますと、さらに
その中で一番最初に出てくる句を挨拶のために一番最初の始まりの句っていうことで、価値のあるものだとしてこう高く評価してくるようになるんですね。レンガというのは河川という36河川とか何人もの人がたくさんの句を重ねて五七五七七をずっとつなげて巻物のようにしてみんなで作っていたわけなんです。それがだんだんそうやって大勢でみんなで作るんだけど一番最初の句ってとっても大切だということで江戸時代ぐらいになりますとその俳諧の発句はじめの一番始まりの発句ですね。その俳諧の発句っていうのを、とても貴重だというようになる、んです。で、その一つの一番最初の五七五の一行、これを発句と呼び始めました。これはだいたい江戸時代の頃なんですね。俳諧の発句っていうふうに呼んで、そして俳諧の発句といえば、そのレンガやレンクの河川を巻く時の一番最初に出てくる句だと言われていました。それを文芸としてちょっとこう極めようじゃないかと、一つの作品として見てみようじゃないかというようなことでだん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 その一番初めの一句ね、何でも物事始まりが肝心っていうことで俳諧の発句がやはり、一つのその河川の中では一番重要なものを言うなということで発句がだんだんと認められてきたわけなんですね。そしてそれが一句独立していきます。そして発句発句と呼ばれるようになる。そして俳諧の発句というのがまさに一句独立するのはこれが案外江戸時代ではなくてこれが明治になってからなんですね。皆さんご存知のその正岡子規が明治の時代になってから俳諧革新運動というものを起こします。これがもう江戸時代からずっと続いていた俳諧の発句というものを、一句に独立させようという文明開化の明治時代の大きな文化の流れ世の中の流れに乗って大きな革新運動が進んだわけなんですね。そしてその時に俳諧の発句と言われていた、発句のね呼び名だったんですけれどもこれじゃあ長いってことで俳諧の俳と俳諧の発句の一番最後の句最初と最後を縮めて俳句と呼びましょうと言って正岡子規が提唱しそして明治の頃から俳句と呼ばれるようになり今の俳句というものができたわけなんです。そしてこの俳句と呼ぶようになったのと同時に全く独立して一句五七五っていうものが俳句であり五七五七七がついて短歌だっていうふうに、この明治維新の頃からきっちりとこう分かれてきたんですね。長い河川の中の一番初めの一句っていう立場から一つ独立して俳句っていうものが出来上がってきたということになるんです。ですからこれは大きなもね流れだっていうことで俳諧の革新運動と呼ばれているわけなんですね。まあ正岡子規といえば皆さんご存知でちょうどね、今年150周年あの誕生から生誕150年ということで、このですね10月14日が、正岡子規のお誕生日と言われています。
150年経ったんですね。そしてヘチマキというのが9月にありますよね。これは東京の方だったらね、根岸の四季庵で有名だと思うんですけれども、四季庵で、正岡子規が有名なね随筆などを書いて、過ごしたということで、そこで有名になり、いろいろなたくさんの文献を残しているんですけれども、正岡子規のね大きな功績として、この俳句革新運動というのがあり、そして名前もね俳諧の発句から俳句というふうに命名したと言われています。まあ正岡子規ということは結構いろんな命名をしてるらしいんですね。有名なのでは薬球ですよね。薬球っていう名前も、正岡子規がつけたと言われているようですね。これも有名なんですね。いろいろあるらしいです。そうして明治の頃にやっと俳句っていう呼び名が生まれたわけなんですね。結構意外でしょ？ね、俳句ってもう俳句は芭蕉が作ったと、芭蕉の時代に日本でに生まれてきたみたいなね、なされたんだみたいな感じでこう思い込んでいる部分もあると思うんですけど、実はそれは俳諧って言われてて、で俳諧の発句って言われてたねものがその中の一つが独立して俳句になったんだ。それはなんと明治維新のね文明開化の明治の頃が初めてだったんだということなんですね。だから芭蕉の時代には俳諧って呼んでいたんですね。俳句ではなくて俳諧と呼んでいたという、その辺がもう本当意外だと思うんですけど、大きな違いですよね。そうして俳句という呼び名は今にも至っています。そうして五七五の、日本語のリズムを3つのフレーズで区切り、そしてその中に一つできるだけ季語を入れるっていうのが、今の俳句の、慣習的な決まり事と言われていますね。有機定型なんていうふうな呼び方をしています。有機っていうのは季語がある、定型っていうのは五七五のリズム の形が定まっているっていうことなんですけれどもね、もうちょっと大きな呼び名では韻文っていうふうに呼んでいます。日本語には韻文と散文があると。散文というのは普通の文章、韻文というのは俳句短歌などのようにこう詩なんかでもこう語呂合わせでこう韻を踏むものですね。いわゆる韻を踏むものは韻文っていうことになると思うんですけれども、そうやって考えると結構難しくて割と奥深いんですよね。いつももうバッと簡単に説明してますけれども、ちょっと立ち止まるととっても奥が深くって、ですからその俳句っていうね呼び名一つでもちょっと立ち止まって正確なこうね知識でいろんなことを調べてきちんと学ぼうとしてみると、こういったね、深い流れがあり、呼び名一つとっても正岡子規が、明治の頃に俳句革新運動というもので呼び名を俳諧の発句から俳句ということで最初の頭と最後の末字をくっつけて俳句として、今に至っているんだということが分かっていただけると思います。これはなかなかね学校ではここまではお勉強できないような細かい知識になるとは思うんですけどね、知っておくとその俳句らしさっていうことで、あってこう正岡子規ってすぐ思い浮かびますので、いいのではないかなと思います。それではですね、他にですねその俳句らしさっていうことに関しまして、もう一つ、順を追って考えてみますと、まず季語というのがとっても大きな重点を置いてますよね。
俳句の中で。もちろん俳句は何がなくてもまずは凝縮性、五七五ですよね。とにかくこれがなくちゃダメ。そしてもう一つは季語っていうのが結構大きな重点を占めています。これはですね、よく松尾芭蕉の時代にも全てのものが季語に値するとか、全てのものが切れ字に値するとか、そういうなんていうかな、こう短いがだけにいろいろな慣習的な決まり事もあるけれども、それをがんじがらめにするんではなくって、ちょっとこう全てがそれをね、結局俳句らしくまず一個にまとめよう、一句にまとめようとすれば、その中に必ず入って必然的に入ってくるものなんだっていうような捉え方で、見ていたようではあるんです。だから結局中身の問題で、その概念的なものが大きくて、見た目の五七五で中の字面の季語がどれかとかね、そういう切れ字がどれかとか、それは二の次だっていうのが、まあ、理想的な芭蕉の考え方だったらしいんですよね。もちろんそれはどんな人でもそう言うとは思います。ですけどこれは俳句だって言った時に、もちろん本人が俳句ですって言って作ればそれは全て俳句なんですけれども、まあそこでね、ただ、多くの人にいい句だねって認められて、あ、この句はちょっと心に残りました、ぐさっときましたとかね、記憶に残りましたとか、あ、大切にしてますとかね、何か本で読んであの句がすごく心に残って、自分の大切なあの一句ですなんて、心の座右の銘ですなんていうふうに言ったりしますよね。名言格言のように、こう一つね、あのすごく好きな句がありますなんていう句があったりします。まあそういう時にやはりね、あの面白い句っていうのも一つ、面白みっていうので、とても俳句の場合にはあまりにも短いですので、すっごく感動的な句、それから面白さがある句、そして美しい風景が目に浮かぶような句、こういうのがすごくいいって言われるんですよね。面白いっていうのは今で言うギャグっていうだけの面白さじゃなくって、徘徊みって言われてるんですけど、ちょっとこう語呂がよくって、リズムが面白くって、こう口調にこうね、日本語の言葉に乗りやすくって記憶に残りやすいとか、それから自分のこうなんかちょっとした思いがこう共感しやすい、同調しやすいとかね、それから言葉が面白くて笑っちゃうとか、そういうこともありますよね。中にはこの組み合わせが面白くて、ちょうどいい言葉のね、語呂合わせだなって、面白いなって思ったりする、そういうのもとても俳句としては徘徊味があると言われていて、良しとされているんですね。まあその辺がね、また川柳との、境目があるようなないような、まあいろんな意味合いでこう分けてますけれども、そういう五七五という中にはね、川柳もありますので、そういう徘徊味の中にも面白みっていうのはすごく大切にされています。そういうところが俳句らしさにはこうね、言葉の語呂のいい、調子ですよね。結局俳句は言葉の調べが楽しかったり面白かったり、それから素晴らしかったり美しかったり、ね、そうするとやはり面白い、あ、いい句だねっていうことになる、そういうのも俳句らしいということになるんですね。それではちょっとね、そろそろ前半時間になってまいりましたので、今月のテーマでちょっと説明してみたいと思います。まあ、今月のテーマというのは、この俳句 TV で1ヶ月ずっと通しまして、今月のテーマというのを一つ決めさせていただいております。今月は、お月見もある月なので、絹担ぎというね、ちょっと風流な、聞き慣れないような言葉を今月のテーマに持ってきております。
絹担ぎというのは、先週から聞いてくださっている方はもうわかると思いますが、里芋をまん丸皮ごと茹でて、よくお月見のお団子と一緒にお供えした、あの里芋の小さくて、なるだけ丸くて形がいいものが、絹担ぎと言われているということなんですね。ちょっとその今月のテーマ、里芋を皮ごと煮たのですね、煮たり茹でたり、ふかすっていうのが一番いいのかな、正しいのかなと思います。里芋を皮ごと茹でて、そして食べる時に皮を剥き、塩をつけて食べるというのが、絹担ぎと言われています。今日はその絹担ぎで一句作ってみました。はい、こちらになります。宵町の風に覚まされ絹担ぎ、宵町の風に覚まされ絹担ぎ、どういう意味かと言いますと、宵町の風っていうのは、宵というのはこう夕暮れ、宵闇迫る、宵の口、こう夕方ですよね。夕暮れを待っている風、夕暮れが待ち遠しいような、ちょっと涼しげな夜風のような夕方の風ということなんですね。宵町の風、そしてその風に覚まされ、覚まされるって言いますよね。なんかちょっと舌がねもつれてちょっとおかんちゃいそうになったんですけど、覚まされる、冷ますって言いますよね。冷やすとかと同じような感じなんですけど、この絹担ぎというのは、この絵にもね、絵も見ていただくと分かると思うんですけど、里芋を皮ごと茹でる、そうして茹で上がったものを皮を剥いて食べるわけなんですね。一番いいのはお塩で食べるのが昔ながらと言われています。まあ、生姜醤油で食べる人もいるし、わさび醤油で食べる人もいるし、食べ方はいろいろですが、とにかくこういう丸いまんま皮ごと茹でる、それが、絹担ぎって言われてるんですね。なぜ皮ごと茹でたものをそう呼ぶかというと、昔の頭巾のよう、まん丸い昔の人は外に出て夜風にあたり夜露にあたり、顔を隠す、傘というのが雨の時しかこう差しませんので、今の帽子のようなものですね。いわゆる頭巾のようなもので、頭巾となると完全に顔をこう隠して口の方まで隠したりしてこう縛ったりしますよね。そこまでしないんだけど、こうよくこうなんていうんですか、平安時代なんか着物のねちょっと短めの頭からこうかぶって顔を隠す、よくこう顔を隠して美しい平安美女のねお姫様なんかが日に当たらないようにとか夜風にさらされないようにとかね、あとまあ上品にお顔を隠しながらこう外を歩く、そういう姿がこうねこう目に浮かぶと思うんですね。あれのことを絹担ぎと呼んでいたわけなんです。ですからそれとこう頭巾、頭にこうかくるかべるかくかかぶる頭巾、これとのまあ合いの子みたいな感じのイメージで、とにかくこの里芋っていうのは人の頭みたいですよね。で皮が髪の毛みたいじゃないですか。なのでその頭をね、この皮、これが髪の毛みたいだし、なんていうんですか、わら
藁みたいな感じにも見えるので、まあ、そういう何かかぶってるっていうことで、そういう意味で昔の人はそれを絹担ぎ、ね、かぶってる、そしてそれを剥いて食べると美味しい、白くて美しいつるっとしたね、里芋のこう人の顔みたいにまん丸くなってるので、そんな感じで、それを、まあ、甘さんなんかがよくねこの絹担ぎっていうのをこう頭にかぶってたとも言われているので、そういう名前がついてるわけなんですね。でそれはこう茹でるわけなんですよ、皮ごと。なんでお月見なんかにこうお月様にお供えしながらそれを冷ますわけですね。夜風にこうね当てて冷まして、でちょっと冷たくなるとこう手に持って皮をつるっとね剥いて、こう手に持ってそのまんま食べれるっていうことで、それをちょっとね夜風、夕風、宵の風、宵待ちの風に冷まされ絹担ぎということで、夕方ね、夕方のちょっと涼しげな風に茹でたばっかりの絹担ぎが、冷まされてますっていうことで一句作ってみました。今日の俳句らしさの、この句は、どうかということでテーマのね句なんですけれども、季語はもちろん絹担ぎ、じゃあ俳句らしさってどうかなと思って見てみたいと思うんですけど、どうでしょうね。宵待ちの風に冷まされ絹担ぎということで、凝縮性も間違いなくまとまってますよね。それから、俳句のそのイメージ、俳句としての風情とか情緒、日本的な醸し出すイメージ、言葉の、語呂のリズムなども「宵待ちの風に冷まされ絹担ぎ」なんていうことで、この何て言うかな「宵待ち」っていうのが「夕暮れ時の」っていうことなんですけれども、まあね、いろんな言葉があると思うんですけど、宵待ち草なんていうね風情のある草もありますよね。そういうこう宵を待っている、夕暮れ時を待っている風、風が早く、涼しくならないかなと、そして早く絹担ぎが冷めて食べやすくならないかなというね、絹担ぎを冷ましている、早く絹担ぎが冷めないかな、早く夕暮れ涼しい夜にならないかなという、夜になったら美味しい絹担ぎが食べれるし、ちょっと一杯やるにもいいな、なんていうね気持ちで、絹担ぎが冷めるまでを、ちょうど酔いが来る、夕暮れになる、日が暮れるのを待っている、夕食時にちょっとつまみに食べるに最高だなんていう気持ちで待っている、そういう気持ちをこう兼ね合わせて作ってるんですね。そういうところがやはり何でもなく綺麗にイメージでまとまっているようですけれども、割とこうねちゃんと情緒がある、宵の涼しさを待つのと絹担ぎが冷めるのを待つということで、こう気持ちを兼ね合わせている、そんなところがとても風流で俳句らしいんではないかなと思います。そんなところでね、今日のこのテーマの一句は、俳句らしい句と言ってもいいんじゃないかなと思います。絹担ぎっていうテーマが季語になっているので、これも俳句らしい言葉ですよね、絹担ぎ。いかがでしたでしょうか。今日の一句は、この辺でらしさも醸し出されていたのではないかというところで、締めたいと思います。それではずいぶん時間も押してしまいましたが、俳句検定のね解説に入りたいと思います。
今年はこの俳句検定の問題をね、公開してるんですけれども、まあ公開しただけでは、理解できないというふうになると思うので、その俳句検定の問題を、回答も含めて解説してしまおうということで、今回は第4章となります。第4章はですね、俳句の応用という章になってるんですね。そして、第1問から見てみましょうか。問題見ていただけるとわかると思うんですが、時候の挨拶は旧暦に基づいたものが多いので、よく俳句の季語が使われます。それでは次のうち1月の挨拶によく使われるものはどれでしょう。配点1となってますが、90問でできている俳句検定なんですけれどもね、選択問題でいくつもある中から選んでいただければいいようになっています。そして正解はこの1問に関しては新春の候という回答があります。これを選んでいただけると正解ということになるんですね。このね、俳句の応用の章、ここでは時候の挨拶というのを取り上げています。時候の挨拶というのは、この問題を読んでいただければわかるように、暦が中心になっているんですね。暦を中心に、この挨拶というのは、日本では慣習的によく使われる言葉、それから時候、その時々のね、様子を表す言葉ということで、いろんな季語がとてもたくさん使われて、例文などにも引用されています。記号を盛り込むと時候の挨拶には便利だと言われています。で、記号というのはやはり暦に合わせてできていますので、その辺がとっても時候の挨拶にね、応用すると便利なところなんですね。で、記号っていうのは普通手紙なんか書くときだと調べづらいですけれども、歳時記と言って調べると結構たくさんいろいろ分かりやすく出ています。手紙の例文、時候の挨拶例なんていうんでいろんな言葉が載っていますけれども、あんまりにもありきたりだなって思われるので、この歳時記なんていうのをちょっと持っていますと、春だって言ったら春っていうところを開くとすんごくたくさんの言葉が、季語がたくさん載っていますので、自分で好きな言葉がうまく思い当たり、そして、引用には便利ということになるんですね。ただこの時に注意していただきたいのが、手紙などの文章の場合には大体今は前略っていうことで、あんまり堅苦しいことは言われませんけれども、ビジネスだとか何かのご挨拶なんかには、一応ね、時候の挨拶盛り込む方多いですよね。でもその前にですね、一つ忘れてはならないのが冒頭の、遠く、遠後、頭の言葉、頭語とそれから結語、結びの言葉、この2つを注意していただかないと、せっかく時候の挨拶で、きれいな季語を盛り込んだ言葉を使われても、頭語と結語、これを間違えてしまうと、ちょっとね、せっかくの文章が、ぐちゃぐちゃになっちゃうみたいな感じで、これをですね、気をつけていただきたいと思います。これはね、インターネットなんかでやってると順番間違えちゃったり、季語のね、挨拶の後に
背景なんてつけちゃったり、それから結語ですね、いわゆる早々だとか背景だったら、その早々だとかなんとかって敬具だとかってありますよね。そういう、結び言葉と、それから背景だとかなんとかっていうその統語ですよね。それをつけたら時候の挨拶というのはその次に持ってくるものなんですね。背景、暑くなりましたとか、そういうふうにつなげるのが手紙の文章としては、例文として正しい手紙の書き方と、日本的にはその例としなんていうんですかね、そういうふうに作法的なね、ふうに言われています。ですので公式な文章、それから前略とか使っちゃいけないような挨拶、目上の方に対するお手紙、礼状、それからいろんな招待状、そういった場合などにはこの統語と結語、これがあって、その後に事項、その間、まあ結ね、結び言葉は一番最後ですから、統語の次に来るものなんだよっていうのを忘れないで、置いていただきたいと思います。まあ前略とかね、別に、正式な文章じゃなければそれはなくても、すぐにこう時候の挨拶で暑いですねとかね、寒いですね、やっと涼しくなりましたねっていうことで始まっても問題はないものですね。それからそのよく手紙の例文では時候の挨拶は月々、月別に分かれています、俳句の応用として。でここが少し難しいところなんですね。季節分けではないんですよね。よくいろんなお手紙の文章などを見ますと、月々に分かれていることが多いんです。まあこれはいろんなビジネスだとか、それからいろいろな毎日の暮らしに基づいて暦で生活していますので、挨拶や、招待状を送るときに月々のそのまあ例句といたしましてね、月のその役割みたいなものが大きいので、例えば次だと2月の挨拶でよく使われる言葉はどれでしょうなんていう、選択問題ですから、いろんな文章があるんですね。とその中でこの2問目選んでいただきたいのは、早春の候というこの言葉、早春っていう季語、これが2月にはマッチしている、2月の挨拶にはよく例文に使われてよろしいだろうと言われているということなんですね。まあ、こういう時候の挨拶はその年の年の天候の変化などに左右されますから、たまたま雪深くてその年なかなか節分が過ぎれば早春って言うんですけれども、節分が過ぎてもまるで真冬のように寒い、今日も雪が降りましたっていうような時は雪で寒いですねって書かれても全く問題ないわけなんです。ですから、まあ、この便宜上にね、応用としてのその俳句の便宜的な応用としてどんな場合があるかってことなんですね。で次の3問目なんですけれども、3問目は3月の挨拶としてはじゃあどれかっていうと、3月といえば桃の節句、これはもう決まりですね。桃の節句といえばもう行事として、有名な、子どもの日、端午の節句、桃の節句、重陽、菊の節句だとかね、有名ですけれども、七夕なんていうのも時候の挨拶としてもよく使われる行事の一つだと思います。桃の節句といえば3月3日で、3月、春といっても3月3日前後、やはり3月の頃によく使うということなんですね。そういうふうに、その確かなその行事の場合にはその時期その時期にやはり使いましょうというような、ことになると思います。それでは次は、例えば4月だったらやはり桜です。
で、桜は満開の時期少ないですから、桜が咲いてるのか散ってるのか、その辺をね、その時々ちゃんとチェックしましょうねということが、要注意になってくると思います。じゃあ5月はっていうと、5月っていう言葉結構たくさんあるんですね。さつき晴れだとか、さみだれ、それからさつき闇、それから聖5月なんていう言葉もありますよね。ですので、端午の節句もありますが、5月っていう言葉も結構5月の挨拶には便利です。それから6月、6月といえばアジサイですね。やはり6月といえばアジサイが美しい頃です。そしてもう一つよく使われるのは梅雨です。梅雨の頃ですねというのが、やはり挨拶にはよく使われます。6月といえば梅雨なんですけど、梅雨なんですが、これもね、やはりその年々遅かったり早かったりしますので、果たして梅雨が、梅雨入りしているのか、もう明けているのかというところら辺はちょっとチェックしてから、使いましょうっていうことが書いてあります。それからですね、そういった同じようにして月々の挨拶にどんな言葉が使われているかということで、7問、8問と続いています。7月というのは真夏、一番暑い盛りと言われています。炎暑なんていう夏の盛り、一番暑い時期という言葉が、最適と言われています。選んでいただきたいのは炎暑の候という、ね、選択問題ですので、正解としては炎暑の候ということになります。で、次の8問目なんですが、8問目は8月ですから、やはり夏休みですね。8月といえば夏休み、そしてお盆休みなんですけれども、残念なことに8月は、だいたい前半を過ぎると、暦の上では秋になってしまうんです。この辺もよく注意してください。そういった意味では8月といえば朝顔なんていうのは便利に使われます。朝顔というのは秋の初めのものなんですね。それからなでしこなんていう花も結構便利にこの頃よく使われる、秋口、秋の初めに咲く花なんですね。ススキなんていうのも結構そうなんですよ。でもまあススキというのはね、どうしてもお月見の頃、今ぐらいまで、綺麗ですから、まあね、綺麗というのか、こう儚げ切なげっていうね、なんか葉っぱがシュパシュパ痛くて危なかったりするのでまあ朝顔だったり、なでしこなんかがいいんじゃないかなと思いますけどね。選択問題としては朝顔の咲く候なんていうのを8月としては選んでいただきたいというのが問題になっています。それから9月が、9番目は9月ですね。9月が来ますと、やはり台風にまつわる季語、これが時候の挨拶にはとても多いです。台風の明け後ですねとか、それから210日過ぎる候なんていう、こういうね、210日、これはね、210日台風が来て210日経つっていう、このね、210日っていうのは一番台風が来やすくて危ないって言われてる時なんですよね。それから208日というのも台風が来やすくて危ない頃だって言われています。こういった台風にまつわる季語、これが9月にはよく使われます。お彼岸もありますので、その辺のね、その時々の季節と暦、これを兼ね合わせて使う、俳句の季語をうまく応用していただくということになると思います。それから10問目の10月に関しましては、10月になりますと、やはり夜長、秋の夜長、読書の秋、食欲の秋、体育の秋、芸術の秋ということで、冬夏親しむ候、冬夏親しむの候なんていうふうに書いてありますね。まあ、ちょっと古風に冬夏親しむの候って長くなってますけれども、冬夏親しむ候でもいいし、秋冬の候ってこう短くね、
秋の日の頃ですねっていう風に使われたりもしますよね。秋の灯火がこうちょっとね、恋しくなる頃であると、それが10月の頃であるということなんですね。それから11問目は11月なんですが、11月にもなりますと霜が降りる頃になります。そうすると朝霜の子なんて言って、やはりね、11月は秋と冬の間ですので、暦の上では冬がやってきますけれども、5、6月とね言われるぐらい、ちょっとね小春日和もありますので、11月もやはり天候の変化に注意して時候の挨拶、俳句の季語をうまく応用しましょう。そして12問目は12月の挨拶にうまく使われるという言葉なんですけど、選択問題としては木枯らしの子、木枯らしが吹きすさぶのが、まあ、12月ですよね。12月といえば年末年始ですから年賀状などもありますので、俳句の季語はとてもうまく応用が効く、使いやすい、時期だと思います。まあ、師走なんていう、呼び名、和名月っていうんですか、いろんな和の月々の、名前ですよね。師走なんて呼び方もします。この中では選択問題としては木枯らしの子という言葉を選んでいただきたいという問題になっていますね。北風の子でもいいと思いますよ。13問目は、12月の中でもその俳句のね、日本らしさとはちょっと一風変わったクリスマスっていう行事がありますよね。これはもう皆さん12月といえばクリスマスって、もう日本の年末年始の一つのお祭りの部類のようなもので、抜きにしては12月は語れないんじゃないかなっていう感じになってると思います。ですから、まあここで一つ聖誕祭というクリスマスのことですよね。イエス・キリストの誕生を祝うということで、そういった季語がたくさんあります。クリスマスツリーだったり、クリスマスケーキだったり、そういったクリスマスにまつわる言葉、これも季語になっていて、そして時候の挨拶としてもよく使われます。だからクリスマス前後、もうすぐクリスマスですねって、30日頃送ったら失礼になるから、そういうクリスマス前後のね、そういう時期をちょっと頭に置いて、もうすぐクリスマスですねとか、街中クリスマスツリーが綺麗ですねとかね、いろんなそんなイルミネーションが綺麗な頃になりましたなんていう風に、クリスマスにまつわる言葉を時候の挨拶にうまく盛り込んでもいいんではないかなということになります。でも、この選択肢としては聖誕祭という言葉を選んでいただけると正解ということになります。次の14問、14問目はお正月、今度は逆にね、お正月はどんな言葉で、言われますかっていうと、まあ、元旦、迎春だとかね、いろいろあると思います。まあでも金が新年ですけど、まあ、年賀状なんかにもありますけど、もう迎春だとかね、春、お正月だと初春とかね、初梅とか、もう桜も春桜とか、いろんなめでたい言葉、めでたい言葉でお正月はこうなんていうかな、めでたさを伝える、そういう時候の挨拶なんかに応用する場合には、まあ俳句の場合にはその春の言葉とこうごちゃ混ぜって、難しい、秋の七草だったり春の七草だったり、こうそういうこういろいろ紛らわしい言葉ありますよね。そういうこう紛らわしい言葉を間違えないように気をつければ、別に、お正月は
もう春のように書いても問題ないという感じには言われますよね。まあ気をつけないといけないのはそんなところでしょうか。そして14問目は正解は、新入生、これは、4月15問目ですね。4月の受講の挨拶に関して、これは、まあ、4月というのは年度替えですので、新入生だとか、1年生だとか、そういった、学校やそれから社会の年度替えがあります。それが4月に来ますので、その年度替えにまつわる季語、これを、まあ、4月の挨拶にはよく使うということで、この場合選んでいただきたい言葉なんですね。新入生というのがあります。まあね、年度替えには関係ない桜なんていうのも4月の代表ですから、桜が咲いてる時かすでに散ってる時かというのを気をつけながら、4月は桜も大いにいいですね。自己の挨拶としてはもう桜は最適だと思います。次の16問目、16問目なんですけれども、例えばその季節季節の節目、変わり目になるその暦の言葉ってありますよね。立夏、立秋、立冬、それとか夏至だったり冬至だったり、そういう季節季節節目の言葉、こういったものを自己の挨拶にも使いますねってことで、選択問題なんですね。ここに出てきているのは立夏、夏です。立夏、これは5月5日の頃、これはですね、立夏に関しては、子どもの日前後に来ることが多いので間違えやすくて、二十四節気の一つなんですけれども、子どもの日前後に来ますので少し気をつけましょうというようなことが書いてあります。選んでいただきたい正解は立夏となります。と17問目なんですけれども、次はですね、記念日っていうのが結構ありますよね。行事の他に、いろんな日本の暦の中に記念日というのがあります。で、祭日って今は言わないんだね、祭日なんて年がバレちゃいますけど、今は祝日と言いますよね。祝日として、休みになっている記念日以外にもたくさんの記念日があります。いろんな記念日があって、例えば俳句記念日のようにね、まあ制定はされていても、特にこう暦だとかそういったね、日本の古くからの慣習とは関係なく、いろんなところで記念日作っています。でもこうその地域や何か根付いたり、それからその意味合いからして大きく行事があったりお祭りがあったりする記念日ってありますよね。例えばここでは時の記念日っていうのをちょっとね、時効の挨拶に関する問題なので時の記念日というのをちょっと挙げてみたんですけど、例えば6月10日時の記念日と言われています。こうした時の記念日ですねなんていうのも時効の挨拶にされています。と行事っていうのは時効の挨拶としてかなり正式な社長ばったね、きちんとしたご挨拶状だったりしても構わない、行事のね、記念日の場合には構わないと言われています。それからですね、ちょっとね、結構今日時間が押しております。時間が押してますが、ちょっとあと3問、例えばですね18問、俳句の応用で正解はなまはげってなってるんですけど、これはね、なまはげっていうのは冬至なんかのね挨拶にも使われますなんて、いろんな時効の挨拶の行事として、行事としてこのなまはげなんていうのはお祭りなんですけれども、時の記念日などと同じように行事として、暦などで取り上げられて、その地方地方のお祭りとして古くから言い伝わっているもの、
こういったものも時候の挨拶には、正式な場でもよく使われますということなんですね。例えば、なまはげなんていうのもそうですっていうことなんですね。で、19番になりますと、初頭の挨拶に使われる言葉を選択肢の中から選んでくださいという問題です。これは小春日和、5、6月と同様にややこしいですねって書いてありますけど、初頭の挨拶なんですね。小春日和、春ではないんですよってことなんですね。そして5、6月っていうのも同じ冬の挨拶なんですけれども、これも6月の頭の頃ではないんですよ、冬なんですよ、6月のような冬の日ということなんですよっていうことなんですね。ややこしいので間違えないようにしましょうということです。最後に20問目、これはね、慣用句っていうのがよくありますよね。これはまさにそのお手紙文章の例文とか、まあ、インターネットなんかで言うと、もう組み込まれている例句、例文ですよね。そういったものを慣用句ってよく言います。で、春の慣用句を選んでくださいというのが、この問題です。で、正解は、春も竹縄、皆様にはお変わりなくお過ごしでしょうか、なんていう、手紙文章の始め、書け出し、書き出しとしていいのはどれでしょうということで、選択問題なので正解、これを選んでいただけると正解です。いかがでしたでしょうか。慣用句というのも、かなり俳句の季語が応用に使われています、活用されています。ですので俳句の応用としては、やはりこういう手紙文、それから、挨拶文、そして、日記、それから私がよく言っているお誕生日の贈答句、お祝い句ですね、お祝い句、それから、恋文、ちょっとね、風流に恋文俳句なんて言うと素敵だなぁなんて思いますけれども、まあ、いわゆるラブレターなんかにも俳句をちょっと一句付け加えて、そしてこうやり取りをする贈答句って言われてたんですね。昔は贈答歌とかね、やり取りをして相手に送り、そして相手も返事を書いてくれたりする、まあ、そういう贈答句なんかにも、使われているということで、なかなか風流でね、まあ、文字離れで最近は忘れられつつありますけれども、まあ、いろんな風に活用されているという、今日は俳句の応用第4章でした。時間になってしまいましたのでね、それでは今日はこの辺で、今日の一句でお別れしたいと思います。10月12日水曜日、晴れ。小鳥来る風の移るを知らすように。小鳥来る風の移るを知らすように、上野貴子でした。それではまた来週、バイバーイ、また見てね。上野貴子の俳句 TV、 それでは皆さん、さよなら。